こんばんは。150W、150W じゃないわ。50cc の熱湯を注いで約1分半、うん、こんなところに電気ケトルが。やっほー、こんばんは。そう、本当はね、なんかみんなに そう、みんなに一回知らせてから本当はやろうって思ってたんだけども、ちょっとね、早々にみんなに会いたくなっちゃって、キャハッ。いや、声出てないよ。そう、いなちゃんは、いなちゃんもいます。私のメールを取ってくださってる方ならもう分かると思うんですけど、ちょっとね、今日はお外だったんですよ。結構ずっとお外で歩くことが今日は多くて、ね、それでもうね、おひな様はもうすごい暑い暑い焼けちゃうよって言ってたの。大丈夫だよひなたん、これでオセロって言われることもなくなるねっていう話をしたんです。サイ。いや、私は本当にもうね、いつもいつもオセロって言われるんですよ。オセロ、ひどいよね。オセロ。そのさ、なんかさ、あるじゃん、なんかあるじゃん。なんだよ。なんかいじめっ子にさ言うさ、なんか、まあオセロだったらさ、オゼロオゼロみたいなあるじゃん。あるね。あれをさ高くしたらさ、オゼロ。なんかめっちゃ可愛くなるくない？なんか全然いじめられてる感覚も全然ないくなるよね。すごくない？オセロの黒い方、私が何を言ってるの？私は白い方だよ。本当に自分の心に誓って言えるのかい？あ、私は黄色です。オセロって黒か白かです。ゴミ拾いの、ゴミ拾いの歌を歌ってたの？待って、歌ったっけ？
ガミヒラインみたいな歌じゃない。歌っていうほどでもないよ、もうそれ歌なのかな、歌ってたか知らん。やはりメインはブラック、お、メインブラック、ピクチャ、メインブラック知ってる、みんな。ノーナーさん、ハットありがとう。マックスガガシマさん、ハッテ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 、ありがとうございます。おー、おはよう。あーや、うわ、その何その音符、何そのトゲトゲしい音符、痛いわ。メンインブラック、イエス、はい。エイリアンのやつ、エイリアンみたいなやつのやつ。ああ、そう、宇宙人の映画、あえて最高です。ああ、びっくりした、てんちゃんだか。こんばんは、皆さん何してましたか。セイガさん、アイスありがとうございます。初見です、ありがとう、初見で来てくれて。おーえおえお、メール後から来るパターンですか。いや、それがね、後からも来ないんですよ。もうちょっと配信させてしまいましたし。いやー、そう、本当は送ろうと思ったんだけど、もうなんか、うん、送るのもちょっとやめて、パッと皆さんの前に現れました。じゃあ配信終わったら送ろうか。ややこしい。鶏めしと冷やし中華とシーザーサラダ、うわいいね、なんかすごい、なんていうんだろう、夏っぽいね。なんだっけ、冷やし中華始めました、流しそうめん始めました、あ、なんだっけ。ランニングしながら見てる、嘘、見れる。私もランニングさするけどさ、ランニングするときって音楽しか聞けなくない。私、まあ、一回ね、なんか動画見ながら行こうかなと思って、ゲーム実況を見ようと思ってゲーム実況見ながら走ってたんだけど、もうなんかブレブレすぎて、もうどこがどうなってるのか分からなくて。ははは。そうだからね、私はあ無理だと思って音楽に切り替えて、そう、音楽聴きながら走ってましたよ。お寿司食べたの、羨ましい、私もお寿司食べたい。ガチさん、あ、ガチさんじゃないです、私は。私がよく見るのは、あ、ポッキーさんとか、ポッキーさんとか、うん、ポッキーさんあんま最近見てないですね。今からドーナツ食べます。ミスタードーナツですか、ミスタードーナツですか。美の秘訣はランニングなんですね。いや、私そんな、母。そんな、そんな、そんなんですよ。トップ派です。いや、あの、はい、私もトップ派ですけども、でも今日はランニング、明日もう明日できないので辛いですね。明日、今日もできなくて、明日もできないので、そう、ちょっと悲しいけれども、でもそう、走るのめっちゃ気持ちいい。走っててさ、なんかすごい気持ちいいよね、ほんと風になれるというか。まあちょっとあのきつい時あるんですけど、もうちょっと無理だと思って、うわー無理だわーって思う時あるんだけど、そこで諦めないことが大事。そう、やっぱ、あ、ちょっと無理かもしれない、いや無理って言ったら、無理だと思ったら本当に無理なんだよ。
いや無理じゃないって思わないといけないんだけれども、まあ私はそこでちょっとあの立ち止まっちゃうんだけど、ね、一回ちょっと休憩してはぁって休憩しちゃうんだけどそうダメだって思いながら休憩する私ダメだ止まっちゃダメだ、はぁ疲れたっていつもそうなります。はい、だから私の目標はそのそう諦めずに最初から最後まで走り続けることが私の目標ですね。 それが余裕になれたらいいなと思って、それが余裕になったらまた次のステップに行けるし、でそんで次のステップでまた余裕になったら次のステップだね、こうやって行けるじゃん。え、そう、やっぱこうあのやっぱきついところが一番効果出るよね。あ、静かな、あ、いってらっしゃい、頑張って。せーがー。逃げてた。一緒に走りましょう。お、りなちゃん、一緒に走ってくれますか。ちょっと、置いてかないで。門脇さん、長距離派。ああ、私、長距離じゃない、短距離派。断然短距離派です。私長距離派に見えますか、間違え、長距離速そうに見えます。私本当にマラソンとか全然ダメだった。もう多分ね、岩田さんはどっちもダメだと思う。え、ディスられたんだけど急に。え、でしょ、だって運動は苦手、ほらね、ほら運動は苦手なの岩田ちゃんはね。でも意外とバドミントンって、あ、バドミントンいいな、私球技もこれっぽっちもできんマジ球技が本当に苦手だった。なんかさ、ちょっとやっぱダンスやってるからさ、こう運動とかちょっと期待されるわけよ、うん、でそれでさ、こうやるじゃん、うん、こうバスケとか授業であるでしょ、うん、もう全然できん、もうドリブルとかどんどんちっちゃくなってくもほんとどん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 、あれなんでみたいな、もうなんかみんながすごい羨ましいだから、球技全然できん、ほんとにもうバレーとかもパチンいったーみたいな、もうほんと球技はできないんですよ私。そう、あの身体測定みたいなのあるじゃん、あれで、あのハンドボール投げほんとに私飛ばないんですよ。ひなもハンドボール投げは全然飛ばんかった。あ、ほんま？うん、まあ投げる系はちょっと違うんかいね。全然もう腕力じゃない腕力か、腕力全然飛ばないんだよね、あれ私。でも腕力ムキムキにあるのにこれ手に力入ってんだよいやー全然できんかったんだよね、なんでだろう。ちょっとやっぱね、あのボールとの相性、あ、ちょっとボールと友達になれてなかったその時は。そこだね。立ち幅跳びめっちゃ飛びそう。あー私めっちゃ飛びますめっちゃ飛びます。あ、まあでも多分クラスの中では多分飛んでた、とクラスの中では飛んでる方だったと思う、クラスの女子の中では。翼生えてるから私翼を授けるあ、飛び箱ね、飛び箱と、もう飛んでた飛び箱を飛んでさ、でどこまで行けるかみたいな、やったよね多分みんなも、ね、やってて、で頑張っていいとこまで行ったんだけどちょっとダメだったね、負けましたね。誰か全然覚えてないですけど裸足で飛んでそう。私ソーラン節真ん中で踊ってそう。私がもう裸足でバタタタタタタタ走ってきて。まあやったことないんですけど一回もソーラン節。ソーラン節練習にはソーラン節参加してたんだけど本番出れなかったっていう。電気ケトルがもういいよって言ってる。
何をすると思いますか？そう、紅茶を入れたいと思います。紅茶なんか入れることないよ。めっちゃ下手くそになったんだけど。もう全然見え、入れてきた。やった。はい。お風呂入れてよ。あ、お風呂？いや、あとでいいよ、まず。は？それも嫌な顔。どういうこと？なんで今言ったのじゃ。今お湯を見て思ったから言っちゃった。今言っていいよ。入れてもいいよ、今。今じゃない。今のタイミングじゃない。あと10分よくわからん。今日めっちゃあれだね、一緒にあのリズムゲームしたよね。リズムゲームしてた。そう、待機中に音ゲーをね、でもお互い違うゲームの音ゲーでやってるのが違うのね。で、岩田さんはバンガルパーガルパーガルパーをやってて、で私はあのアイマスをやってるんですよ。デレステをやってて、でまあまあリズムゲームだからまあいいかみたいな感じでやって、でなんかコンボ数で競いやってた。そう、なんかスコアだとそう持ってるキャラとかでやっぱ変わっちゃうんだよ。そう、変わっちゃうから、それはちょっとあれだねってなって、はい、コンボ数で競い合ってました。でもあんどうだった結果、結論、結論出てない結論出てないよね。でも なんかお互いフルコン出るまでや頑張ろうってなったんだけど、まあ、時間来ちゃって、まあ、出せなくて、お互いもうフルコン全然出せんかったんだけど、まあまあ。だから人差し指でやろうか。ああいいね、人差し指で。人差し指でやってるから親指全然できんくなってた。やばい、人差し指で。やばい。あ、スマホ置いてってこと？スマホ置いてやってます。あ、スマホ置いて。マドラー持ってくるの忘れたんだけど。マドラーってその方がめっちゃできる。そうなの？うん。リズムゲームやってる人いる？かな。この人、この人たちの中この中で、見てる皆さんの中で、ちょっと足ちょっと見せるけどね、ここ足噛まれたのよ、ここちょっとめっちゃ体勢がやばいけれども、これ痛い、もう痒い通り越し痛い、そう朝噛まれてひどいよね。何やろうか、地図太郎か、あれなんか落ち着いた。指でやったから人差し指でできないか。いけてる？あ、まだ？今から？今か、これ動いてる？ん？ちょっとすら出てて、ちょっとこれでは。お腹見えた、嘘。やだ。
のプニ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 お腹はハングリー。見えた？やだ。いないね。人差し指やったらいけた？まあ？親指の方がいけるくない？親指はもうむずい。だってむずいんだって。オーケーピーさん、タンバリン、ありがとうございます。親指派ね、それな。私も親指派。マドラーないんだけど、どうしたらいい？バナナ食べよう。ちょっとバナナダメになるわ。あ、真っ黒じゃない？真っ黒じゃない。バナナダメになるんで、バナナ食べます。はあ。紅茶入れたはいいもののマドラーがないからさ、なんかあれなんだよ、ね、砂糖入れないと絶対私の目もちょっと赤赤赤。バナナあかんかったわ。真っ黒黒。もうね、なんか出てた。やだ。ちょっとなんか出てたわ。ダメだこれ。捨てました。今捨てました。ちょっとダメでした今。ちょっともうね出てた出てたなんか。ふにゅって出てた。ふにゅってたふにゅってた。どうしましたか、お嬢、お嬢、どうかいたしましたか。疲れた？いやもう寝る。寝るんかい。もう寝ちゃう、こんなところにいたら。ひなは今ちょっと休憩してます。すごい充電器こっちとこっち。ほんま？お、すごいやん。拍手喝采。えいやいやいや。祭りにいそうじゃない。なんで？あれが見たい。キュンキュンするアニメが見たい。愛あることなんてと大事なないのあなたに従うの従ってダメだよ。愛の代わりはワンでしょ、それくらいふにあの言われんなちょっと覚えてない。ディレディディ
これ見て、ハチミツレモン、イロハスかなのハチミツレモン、ちょっと気になったんで飲みたい。イロハスじゃない、天然水だ。気になったので飲んでみたいと思います。送ってない、送ってない、送ってない、送ったけどどうした。ゆうちゃんも熱いって言ってた。私は熱いって言ってるみたいに言うな。私は熱いって言ってないよ。言ってたよ。まあ汗かいちゃうって言った。いや、竹せよって言った。竹厚刈りみたいに描くな。どうやって描いたかも知らないくせに。確かに。ごめんね、ごめんね。ここにひざまずきなさい。もうニヤニヤしてるずっと。でももうこれ結構いい感じよ。もうこれ大丈夫。これどうしたらいいの、これ捨てていいの、これ熱くない？捨てました。めっちゃ量少ない、もう見え。これも おお、紅茶だ。もう無糖。無糖の紅茶って感じ。ちょっとシュガー入れたい、シュガー。レナタミ4つシュガー持ってきたから。怖っ、もうそこの日渡日になった人めっちゃ怖いんだけど。ジュフジュフジュフって言ってる。マジでなんか混ぜれるものが欲しい。そこの岩田ひなは疲れてるので早く寝かしてあげてください。早く寝てください。いつもなら持ってるんだけど今日持ってなくてね、串で。さすがにやばいよね、串でやり始めたらね。さすがにね、さすがにみんな引いちゃうよね。ドン引きだよ、ドン引き、ドン引きだよ、ドン引き。なんもないんでちょっとこれで勘弁してください。しかも行かなほど行った。どこ行った？なんかもうね、マジバッグの中ごちゃごちゃすぎて。こんなの見たらもうみんな動かちゃうよ。スイッチ楽しいかなと思って持ってきたの。
さん。うん。一緒にゲームしようよ。充電ない。充電して。なんで充電器やねん。あんたスイッチ持っとるやろ。あの間違えて持ってきたやつだよ。あれ。え？あいつ充電できる。そうなの？うん。マジ？これなんだ。多分。あれ今高3、ああ違います、今もう大学生の年になりました。大学1年生の年です。はい。こんな動画いないよね。いやなんか本当にね、このなんか街歩いてるさ、その女の子たちがさ、うん、まあ女子高生の子とかいるわけじゃん、うん、なんか全然その女子高生に見えないもんね、うんうん、年下に見えない、うん、そう、うん、え逆だよね、年上に見えるみんなが、なんでなんだろうって感じ。なんか顔つきが違う。うん。なんでだろう。お風呂にお湯張ってください。あ、10分経ちました？お湯張りましょうか。どうぞ。なんなりと。お嬢。じゃあ。お湯入れてきて。は、ギョイ。ギョイ。ギョイはダサいわ。今すぐやめてギョイは。では、どう。かしこまりましたよ。よ、よつけるの。違う。あ、かしこまりましたよ。はは、ギョイ。全然直ってないじゃん。3回回ってからのお手からのワン。からの奥ね。からの奥かったけど。からのからのワン。三回回ってお手からのワンだ。三回回ってお手からのワンだな。オオカミ少女とクロワちゃん。オオカミくんって何？それを言いたかったのよ。狼少女とクロージュ言いたかったのよ。ああ、そういうこと。イエス、マイロード。クロシスね。クロシス。悪魔の執事なので。あ、小野さんかっこいいよね。かっこいいよね。執事って言いにくくない？いや、めっちゃ言いにくい。執事。めちゃめちゃ言いにくくない？今言ってびっくりしたんだけど、今。めっちゃ言いにくい。ゆい、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 しつじ、しつじ、しつじ。ダメだ。引っ越えちゃダメだ。しょうが。苦い。トリベアじゃないよ。トリベア。でもベッドがね。いけませんでしょう、少女、そんな。すみません。ベッドは一つ。言っちゃったじゃん。言ってないじゃん、ひな、そこまで。くっついちゃったんだよね。そうかよ。涼しそう、めっちゃ涼しいですよ。ゆうちゃん、しいたけ占いが出てたよ。何？どうぞでしょ、一緒でしょ。うん、一緒。言ってあげようか。うん。今できることを大切にしているの、青が出ています。
これはよく言われるような標語の意味ではなく、今の噂は本当に今できることを大切にしているというような状態であります。良い方の意味で、今日の自分が歩む一歩をいつもと同じではなくて、緊張感を持ってとやろうとしているのです。今の噂は結構すごくて、2つのことをやろうとしているのです。1つは、今自分がやっていることの要点をつかんで、ちゃんと流れに乗っていこうとしていることです。自分がやる作業や課題に対して緊張感を持ったり、自己管理を気にしたりして、ちゃんと乗り切ろうとしている。そしてもう一つは、ちゃんと楽しもうとしているのです。これまでの生活において、楽しむことも遠慮しなければならないとか、誰かの顔色を見なきゃいけないところがありました。だけど、そろそろ自分の人生をあなたは取り戻そうとしています。もちろん迷惑をかけるのではなく、やっと再会できる、いろいろなことを楽しもうとしています。今の噂はとても不思議な状態で、お腹の中はやる気や野心や情熱、またはリベンジしていく気持ちに燃えていて、でも表情や気配に関しては冷静さを保っているみたいな感じなのです。人によってどう状況が転んでいったとしても楽しんじゃおうとか、ネタにしちゃおうぐらいの大胆さを持っています。あなたは今、心や五感の動きを取り戻そうとしています。これも全員には当てはまるわけではないと思うのですが、今大沢は今年中にやりたいこと、やり遂げたいことに再び向き合おうとしているのです。いつまでも待つ人間になりたくないから、待っているだけじゃ何もできなくなってしまうから。だから、一瞬一瞬といった大げさかもしれないけど、自分の目の前にある一瞬のチャンスを逃したくない。やってみたい、全力で。恋愛面でもそうなのですが、今のあなたは自分や周りの人たちと一緒に楽しもうとしている。自分の信じることをやってみて。ラッキーカラー青と白だって。刺さりますか、胸に。刺さりました。胸に刺さるまで、うん、刺さる、すごく刺さった今。刺さった、めっちゃ刺さった。刺さる。じゃあ今やってることは間違ってないんだねって。そう、いやでも本当に、なんかさ、このさ、自分の人生をあなたは取り戻そうとしています。もちろん迷惑をかけるのではなく、やっと再会できる、いろいろなことを楽しもうとしていますっていうので、そうぐっさりくる、真面目にぐっさりくるんですよね。うん、やばい、ね、もう本当に今楽しむことを遠慮しなければいけないとか、誰かの顔色を見なきゃいけないところがありました。だけど、その自分の人生取り戻そうって、かっこいい、今のうちらかっこいいってこと盛り上がってる、一人で盛り上がってきちゃってるよ、盛り上がってる。椎茸占い大好きなんだよ。なんか話そうと思っとったのに忘れたやん、おかげさまで思い出してごらん、ゆうちゃんならできるよ。もう次上がってる今日どう、微妙か。ゆっちゃん、いつの間にポニーテールにしたの。うん、かわいいね。ポニーテールにしてみたよ。ポニーテール、風の中、君は走る、走る砂の上なヘッドショーゼンにゼットにゼットヘッドショーゼンにゼットにゼット and I am must and not ヘッドショーゼンにゼットにゼットなんで聞こえるんですか。え、知らないそういうやつだから。ピューちゃん知らんかったよこれ。そうなんでしょ、ピュー知らんでしょこれ。知らないでしょこの曲。知ってる、頭変わった膝ポンってことでしょ。いやこれ英語じゃないわこれ。そう、私初めて知った曲にそれ。あたまかった膝ポンってことで知ってる。いや、私知らなかったんだけど、英語で私教わられたんだけど。
にするとあれだね。あれ、また。うん。ね、耳、鼻、口って言われる。あ、それあれ？そうそ。目と鼻ととかじゃない。ね、耳、鼻、口。いやいや。それ、それ全部やって。それ全部やってみて。これ、これで習ったよ。なんかあれだね、ゴロゴロ口に入れ確かに最後下がるね、ほら合ってたわ、ほら合ってたわ、みゆちゃんが、ごめん。へえ、正前に出た、え、じゃ一回一緒に歌ってみよう、そっちで、えぐせーの、へえ、正前に出た、にじゃん、少年にゼットにゼット、はい、いえませんの、どうしたの？にゼット、いやもう、ね、ね、耳、鼻、口、いやーすごいよね。え、みんなどっち？みんなこれやったよね。いや、みんな絶対頭があったらヒザポン派だよ。え、でもヘッドショーズにゼットの人もいるよね、みんな。あ、おかえり、セガさん、ハロさん、ハットありがとうございます。ミュナちゃんの方、お、でしょ、英語の方が知ってるよね。英語やってない、あ、英語やってないの、頭、頭じゃん、頭どっちも知らない、マジ豪快な笑い方好きちょっと恥ずかしいちょっとあの女性らしく笑うね、あはは、それも女性らしいか面白いですね。いい感じ。いい感じ。ナナさん、ポンタンハートありがとうございます。英語の聞いたことあるでしょ？どっちも知ってる。嘘。嘘。どっちかやろうが。どっちかにして。どっちもだなんてずるいわ。ねえ、どっち？私？私？もう今言わないんだけど、もうな、睨み合いがすごかったよもうバトル、もうバトル始まったよバチバチだったよ、言わないんだけど、いないヘイト少年にゼットにゼットヘイト少年にゼットにゼット I am ear and I ear and mouth and nose 違う、鼻かし no 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 mouth and no 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 mouth 少年にゼットえ、待って、でもこれ合ってるよね、英語知ってる人たち英語合ってるよね、これ私やり方、鼻口だよ、ノーマノー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 、お、子供に英会話を教えてる姉がみゆちゃんの方歌ってたよ、おそりゃ英会話教えてるから英語で歌うズコ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 、確かにアルファベット歌う、 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U、 はい、
VW&XYZ ABCDEFG HIJKLMN ワン、ワン、ツー、フィニッシュ。 STU フォーディエー、 Hey come on Are you ready?あれ曲やってくれた。いや、あ、え、なんと、じゃあオンステージオンステージやってくれた。あのあれだけやったの、あのひなはスイッチ屋さんのちゃんとツッ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 って音を入れてあげたけど、うんうん、クリック、クリック、クリック担当なんで。え、クリック担当なの、曲は、うん、ちゃんと曲全部やらない私、うん、オッケー、曲担当、ひなは毎回クリックよ。いいよ、はい、一回やって。ちょっと入れんかった、今入ろうとしたら入れんかった。ちょ、もう一回もう一回もう一回、はい、うん、同じでいい、うん、何でもいい、何でもいいな。有名人かな、そう、え、してんの曲、してんの曲、あ、教室から、ちなみにこれくない。あ、ないか。ない。え、なんだろう。どんなに時が過ぎ去る。それ違う、セレアミの方。え、なんだろう。風を待とう。そうそうそう、えー、ディリリリリリ。歌じゃない。確かに歌から始まらない、歌から始まらなかった、え、難しい、あ、でも待つから、ね、夢しか違う違う、カップリング、いや、ん、あ、まあ、まあカップリングといえばカップリング、え、夢しかあるじゃん、違う違う、ちょっと待ってよ、一体誰のため、よくわかりました。わーい、うし、イントロドンですね。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って。で、私が踊ってる、踊って当てて曲。わかった。頑張って。大丈夫？映っちゃいけないもん、映らないでね。いや、はい、何もするの？あ、これは、これはママ、ママ一緒に踊るのに、なぎさまチェリー、一緒に踊られたのにもやもやすごかった今。だった。ああ、よかった。いくよ。はい。あ、あ、わかる。あ、Miss you。あらららららら。あらららららら。なんだっけこれ。待って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 
待たせ、子猫ちゃん。あ、待って待って、それそれ、あの、スプライオリティ、スプライオリティスプライオリティ正解。ずっと頭で流れてたのに出てこなかった。正解です、プライオリティでした。くそー、プライオリティは。じゃあひなやって。ひな、じゃあ手振りだけね。うん、どうしようかな。じゃあ、でもちょっと私のわからない曲やめて。わかった。じゃあ、君が味何それ、ポニーテールとシュシュ。正解。あ、だいぶ出てこんね、これ。あ、こんなのだけプシュプシュプシュ、深くが一番大事。プシュプシュプシュ。なんだっけ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 。あれ、ここだけで分かってほしい、もうこれは。オーマイガー。そう、しゃー。どうは、じゃあ、どうしようかな。ああ、声だけ警備中。おー、すごい。じゃあ、あれを撮って。あ、違う、私が踊ったら今なんだ、え、なんか見えた振りが思い出せなくなっちゃった。なんだろうな。え、なんだっけなんだっけなんだっけ、それそれなんだっけなんだっけ。あ、わかるわかる、来てるよ来てるです。分かったかな、みんな。足だけだよ、私の足だけで。曲だけだからね、頭に出てくるの、ね、まず曲が流れてくる、ね、そう、曲が流れてくるよ、そのダンスも。そうそうそう、でもあれなんだよ、あれあんなだっけみたいな感じになっちゃう。みんなも分かるでしょ、ずっと曲が宴会のノリ。うんうん、僕行ってきた、ナゲットゲット。わー、いいな、ナゲット。私もナゲット食べてよ。昨日も食べた。ナゲットの音全然治らん、私。マックス大島さん、ハッて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 、ありがとう。キジリさん、ハッてありがとうございます。て、タイツアップ。どうした、急に。みやちゃん落ちてけたドラ、はい、トムさん、レインボースターありがとうございます。キツジ、はい、なんでしょう。お庭を沸かしてくれないかしら。かしこまりました、お嬢様。いえ、おバカ様。失礼な執事。明日クビにしてやろうかしら。申し訳ございません。お父様に言ってクビにしてやろうかしら。やめてください、お嬢様。私の行き場がなくなってしまいます。内緒
にしといてあげるわ。俺の温度はいかがいたしましょう。熱湯でよろしいでしょうか。いや熱湯は好きくない。42、43度を狙って。42、3度。少しよくわからないんで適当で。そう、でも熱い方が好きってこと。いい感じでございます。お嬢様、あ、おバカ様。なんと、なんと、今のこと陛下になっちゃった。あるよ、入り口のすぐそば。マジあのマリオカートしかないけど。マリオカートしようよ。いいよ。お姫様がマリオカートなんかでいいんですか。マリカ大好きよ。ミュウちゃんには負けたくないからね。いつも負けるじゃん。いや、あ、それマイハだった。そんなことはない。うちゃうちゃう。いいえ。ありがとう。アイちゃんナウシカのコスプレでバンされました。まあ、バンされるわな、そりゃ。え、でもすごいナウシカ。ほら、怖くない。噛まれて。怖くない。ミユシカ、そういうこと。この時さ、11時ってなっててさ、8時だったわ。あ、びっくりしちゃう。びっくりしちゃう。ショックで死ぬかと思った。今何時？今8時12分。よし、じゃあ終わろうかな。私も七鍋します。皆さん七鍋しよう。七鍋を9時から、ね、9時からやろう。ゴールデンベッドタイムするので、皆さんやりますよ。
わかるかもよ。ノンピオでやるよ。やるよやるよ。終わっちゃう、終わっちゃいますけど、また明日の朝配信でお会いしましょうね。じゃあ10代マックスがおしましましまし10代マックスがおしま3 12ジェントル君11チリちゃん11フ3 9 6ポコさん8 7 7 3 7 F3 6 6ペッパーミン5位がソチャ、4位がこれはアルレン、で第3位がポタ、ありがとうございます。第2位がモーさん、ありがとう。そして今日の第1位がドルルドン、キュージジ君です、ありがとうございます。はい、ということで今日も配信見てくれてありがとうございました。今日は朝はねできなかったので、皆さん寂しくなかったですか？寂しいって言ってほしい顔です。はい寂しかったね。また明日は朝配信あるので、明日はよろしくお願いします。では、まあ、急にちょっと配信してしまって、ね、予告もなしに配信してしまって本当に申し訳ございません。ではまた9時からは七並べを一緒に皆さんとできたらなって思いますので、あの岩田さんも一緒にいるので、もしかしたらトナピオで当たるかもしれないし、あの単体で当たるかもしれないし、当たらないかもしれないけど、まあ一緒にぜひ頑張りましょう。遊園地行きたい、遊園地頑張ろうね。頑張ります。5分おき、5分おきじゃなくていい、もう普通に、あ、だね、ベッドタイムだからもうパンパンパンとやりますね。ベッドタイム終わってからだったらまたなんかやるかもしれないけど、はい、では皆さんありがとうございました。急に来てくれてありがとうございます。また今度また後で、あー USJ だったら本当に神